今日の台所錦市場でお買い物。今回は湯河吉さんに伺いました。はい、ご創業何百年というお店です。1790年。はい、奥様が今お話しくださいました。はい、湯河吉の越智佳子さんです。よろしくお願いします。はい、ご創業何年と、もう一度。1790年になります。1790年。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今日は初めてこのお店の奥に入れていただいたんですが、はい、店舗だけ普段見ていただいておりますので、はい、中でこういう工場がございまして、あの工場の方はこういう湯葉を作っております。これもあの最後の工程になりますので、あの最終あの甘湯葉というちょっと一番濃い部分を揚げているところでございますので、生湯葉ではないんですけれども、はい、このようにしてずっと湯葉を揚げていくという最後の工程になります。あ、そうなんですか。はい、このもちろん下にあるのが、はい、湯葉の汁になりますね。もう煮詰まってきておりますので、はい、だいぶ濃くなっておりますんですが。そうですか。はい、そうすると例えば、はい、お昼時とか、はい、まだ時間の早いうちは。そうですね、午前中朝早いうちはあのもっとあの色の白いあの最初の湯葉を取る段階の汁になります。その濃さによって湯葉の使い道というのは違うんでしょうか。はい、そうですね、もう最初の方は生湯葉、またあの乾燥湯葉でもあの色の白い綺麗なところはあの表に出しておりまして、甘湯葉っていうのはまたこれは特殊な湯葉になりまして、ちょっとあの甘みとちょっとこう濃い湯葉のこう香りがする湯葉になりますね。そうですね、この香りが、はい、だいぶ色も独特という感じですね。濃くなりますので、はい、さあ、そしてこちらの左の方は、もうこれだんだん形が乾いてきておりますね。はい、はい、あのこうやって自然乾燥をして乾燥の湯葉を作っております。そうですか。はい、下の下はね、あのどんどん乾かしているんです。はい、あのこれからあのお店に箸で出させていただくものを乾かしている状態なので。あ、そうですか。はい、余熱でこれもどんどん上の方も乾いて、はい、乾燥するということですね。日々こういう作業を繰り返していらっしゃる、はい、ということですね。はい、はい、さあこれから年末に向かって、はい、あの非常にお忙しいという。そうですね、観光シーズンから。はい、そうですか。はい、わかりました。はい、あの何かこう観光客の方、はい、それから市民の皆さんにこういうのがおすすめというのは一つあれば。そうでございますね。はい、まあ、あの皆様最近生湯葉とおっしゃいますけれども、本来湯葉っていうのは乾燥したこういう湯葉があのメインのものでございましたので、乾燥湯葉もあの生湯葉と同じもので作っておりますので、はい、美味しくお召し上がりいただけます。はい、今日は越智佳子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。